改良藤田スケールは被害の大きさから竜巻の強さを表情する尺度で藤田スケールの改良版である拡張藤田スケールとも称される1971年にシカゴ大学の藤田哲也博士によって提唱されて以来アメリカ合衆国内で長く使用されてきた従来の藤田スケールに代わり2007年2月1日より アメリカ合衆国内で発生する竜巻の強さを表す新たな尺度として採用されている。さらに、カナダでも2013年4月1日より新しいスケールとして採用された。EF スケールの基本設計は藤田スケールを受け継いだものであり、藤田スケール同様、海霊海後までの6段階でトルネードの分類がなされている。 より詳細なトルネードの被害調査を反映して、スケールで定義される風速とトルネードの被害想定が、より実際と近くなるよう変更が加えられた。この新しいスケールは2006年2月2日に、アトランタで行われたアメリカ気象学会の会議の中で、国立気象局によって、初めて公表された。EF スケールは2000年から2004年にかけて、 テキサス工科大学ワイズセンターの藤田スケール改良計画において開発された。この計画にはワイズセンターの研究員のみならず世界中の気象学者や土木技術者が携わっていた。日本では気象庁が米国の EF スケールを参考にしながら日本の環境に合わせて藤田スケールを改良し、より正確に竜巻等突風の風速を推定することができる。 日本版改良をジ田スケールを2015年12月に策定して2016年4月より運用を開始した。ありがとうございます。